皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、ソシャゲ配下金シャオルの一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。皆さん総額いくらくらいかけました？テレステに総額20万やな。プロスピに70万くらいかけた。毎月1万程度入れてるのを3年続けてる。パチンコとどっちがマシなんやろな。課金やめたいけど正直もう引き返せないとこまで来た気がする。ドラクエスーパーライトに多分1000万はぶっ込んでる。もったいなさすぎ。さすがに嘘やろ。200万くらいだな。配課金って月10万円以上か。みんな金持ちやな。月1万でもやらない人間から見たら配課金扱いだったりするぞ。5年間で400万、もう全部やめたわ。割とマジでソシャゲ中毒って病気だと思う。月1500円のパックくらいならまだわかるけどやめた時後悔するよ。グラブル200万は入れたな。8内200万近く入れたけどめっちゃ後悔しとる。俺はデレステに200万以上やね。課金が手軽すぎるんだよ。家庭用ゲーム8000円は高く感じるけど、ソシャゲ課金8000円は安く感じる。なぜなのか。これはわかる。逆やろ。それパチンカス理論とほぼ一緒やで。合計なら100万くらいやな。ここ1年は抑えてプロスピに15万程度。ドッカンバトルに総額150万。実際何も残らんのよね。課金しても差がつくとどうにもならんし。2年やってるゲームに8万ぐらい課金しとるけどほんま無駄やと思うわ。グラブルに300万くらいかな。なおここまでしても無課金に毛が生えたレベル。社交心ほんま怖い。金もそうやけど束縛されすぎて時間がかなり無駄よな。パズドラ全盛期で1000万使ったと思うわ。今は完全にログボ勢になったけど。やっぱ課金してるやつって頭おかしいんやな。いや正常な判断ができなくなるんよ。廃課金はほんと病気だと思う。何も残らんってことはない。やってる時は楽しかったしそのゲームの交友関係も残る。趣味にコスパなんて言い出したらキリないしな。パワプロと FF で20万くらいやけど Y なんてカスやったんか。ほんま金持ちしかできんよなぁ。自分が病気って自覚してるんならええやん。好きにさせたれや。もう最近はいいキャラ引いても引いた時がピークで育てるのめんどくせえって感情が来るわ。グラブルに400万くらい。もう止まれないんよ。家賃とか食事も切り詰めて課金してる。Y はグラブルは5年で10万くらいの課金やけどそんな金使うゲームか？グラブルって廃課金多いなぁ。ソシャゲ外事は課金の額でマウント取るんや。グラブル400、幻影戦争15、プリコネ10、アズレン3万やね。ストーリーとイベントこなすだけなら無課金でも余裕やのにな。パズドラだけで500万くらいだから総額1000万は確実に超えてる。ピーク時にモンスト2、3年で20万くらいした。FGO 200万近く、今はアンインストールした。二度とガチャゲーはインストールしない。二度とだ。廃課金の定義が人によって違うからな。ビル・ゲイツが1億ぶっ込んでも廃課金かと問われたら微妙だし。別に無理のない範囲で課金するんならええと思う。周りと共通の話題とかある方がええし。課金ってクレーンゲームと同じ感覚なんだが。必ず目的のものが取れるわけじゃないけどその行為を楽しむ。今思うとほんと無駄だったな。3年で150万くらい。最近目が覚めた。そうは言うけど現状の環境についていくなら課金せなあかんしなあ。ついていかないならなんでやってんのって話になるし。
対人とか競争要素のあるゲームやとそうなるね。30万は使ってる。だけど上には上がいるし、だけど俺はそこには行けないしでどうすればいいんだよ。中途半端に課金するのが一番もったいないと思う。今課金しとるのは課金せんとコンテンツが終わるって脅迫観念からやな。自分でも病気やとは思う。対戦協力ランキング系はガチで地獄そう。ほんま服とか残るもん買えばよかったわ。シノアリスに多分100万以上いってる。思い出は残るから。言うて今はソシャゲに数百万使ってるやつなんて大して珍しくないやろ。月1000円までって決めてるわ。俺もグラブルやってたけど課金も時間も必要だからやめたわ。まだ船から降りられないやつはもう沈むまでやるんかな。ゆっくり強くなっていくのが好きな自分は全く課金したくならないわ。長くやってたらいずれそれなりに強くなるし。ソシャゲも趣味の一環やしどうこう言うつもりないけど、総額1000万以上つぎ込んでるやつは明らかに病気。だから今さら引き返せんのよ。別に一月に1万までって決めればええやん。それができれば苦労しないんだよな。ガチャは簡単にそのブレーキが壊れるから中毒になんねん。極端な話ガチャを引くって行為に価値はなくて、引いて当てなきゃ今まで使った分が無意味になるって思考になってしまうんよ。パチみたいにガチャの検定する第三者の機関は必要だと思うわ。よくよく考えるとそもそもの値段設定が狂ってるよな。課金しなきゃこれ以降は楽しめないなって思ったらアンストする。近年課金視点の FGO の福袋ガチャぐらいや。課金しまくったゲームがサービス終了したら発狂してしまいそうやね。でも課金して欲しいキャラ手に入れたら、満足してあんまりやらんようになることあるよな。100万課金した赤売りに出したら30万くらいで売れたわ。どのソシャゲが最初に1回200円から300円とかいうバカな価格設定したんだろうな。1回50円くらいが妥当だろ。国が規制してくれ。各ソシャゲの有名プレイヤーとか総額いくらくらい使ってるんだろうな。奥行ってるやつとか本当におるんかね。昔800万つぎ込んだってアカウントが20万で売ってたぜ。リネレボやってた時上位勢は数千万課金者ザラにおったからビビったぞ。引退するって言ったら運営が今までありがとうって感謝コメント出したやつは確か3億課金者やったかな。日本のは必ずしも課金すれば強くなるわけじゃないけど、海外のは金をつぎ込めばつぎ込むほど強くなれるからな。VIP システムって言って課金額に応じてあからさまに優遇される仕様。どっちがええんやろうな。日本人は酸っぱいぶどう民がいっぱいいるから、金かけたら強くなるタイプのゲームは課金者優遇しすぎだ、とか意味不明な批判が湧くからな。その救済としてのガチャ文化や。クレジットカード会社から高待遇カードへの昇格連絡があって使用履歴見てみたら、無意識に年間100万ソシャゲに使っててさすがに肝が冷えた。そっからはなんとか抑制しようとしてる。でも廃課金者のおかげでライト層が楽しめてるんや。生活に余裕ある人ならええと思うけど、生活費削って月3、4万課金してる人は病気や。一回も課金したことないんだが最初のハードルが高すぎない？どうせこんなゲーム半年後には飽きてるだろうと思うと課金できない。俺は同じソシャゲをずっと続けられるやつってすごいと思うわ。俺はいくら課金して理想の手持ちが揃ってようと何気ないタイミングでパタッと飽きてやめちゃうわ。金持ちがドバドバ課金すんのはまだわかるけど、貧乏人がなけなしの金で課金してんのはほんま悲惨や。借金してまでガチャ回してるのはさすがにあかんな。
課金中毒になっちゃうとゲームのデータ消さんとダメだねほんと。2ヶ月で200万注ぎ込んで3ヶ月でスピード引退したで。何度も何度もアカウント消そうって思ったけど気がついた時にはまた3万課金してるわ。昔は課金しとったけど課金完全にやめていろんなゲームやったら、まあほとんどどのゲームも詰まるように作ってあるよな。そこを突破するのに課金するか、無課金なら一月はかかるみたいな。コンパスってゲームに向きになって10万課金して、目当てのカード1枚も出なかった時にソシャゲ引退したわ。今となっては良かったかもしれない。マジでパチンコと課金は同じだからなぁ、やめようと思ってもやめられない。昔ストレスで2ヶ月で30から50万くらい課金して、ある程度戦力整ったら飽きてやめるってのを一時期繰り返してたわ。さすがにもうやってないけどね。サービス終了しても文句言わんやつだけ課金すべきやな。ゲーム会社に寄付しとるようなもんやし。いくつかサービス終了になったのをやってたが、終了告知された時阿鼻叫喚ですごかったな。課金なしでソシャゲやるのはただの時間の無駄や。課金せずソシャゲしたいなら猫集めでもやるしかない。グラブル25万プリコネに2万使ったわ。もうやめたけど本当やめてよかったわ。ソシャゲより家芸の方が結局おもろいしコスパええわ。ソシャゲほぼやめてプレステしてるわ。断然面白い。俺が古い人間なんかもしれへんけど、強いキャラ一体のために平気で数万とか恐ろしいわ。自分で判断できる大人はええと思うけど、ソシャゲ世代の子供は確実に金銭感覚破壊されたやろ。スマホで手軽に始められるのが怖いんだよな。ソシャゲって通算のプレイ時間表示されるのあんまりないよな。課金額もあれやけどプレイ時間が表示できるならえらいことになってそう。ソシャゲは時間泥棒すぎる。その時間が幸せならともかく義務感でやらされてるだけ。スクエニ系は本当にどれもガチャがひどいな。ガチャも確率通りならええが、コナミなんかは操作しやがるからな。金も時間もある人が世の中にはおるんだなと実感できる遊び。終わり。